おはようございます。1月27日第522回ポコナカワイアニマルラジオになります。今日はね、クラウンなんですけど、なんか黒く見えるな。生で見た方がもうちょっと黄色みが強いんですけどね、やっぱ動画にすると色が変わってしまうなっていう、まあ、微妙な色がね、これ多分このもうちょっと黄色いともうちょっとさらに綺麗に見えるんですけど、そこをうまく表せないのはなもどかしいなという感じです。クラウンはね、あのレッドベリーが去年大量に来た時にどのモルフを買うかで見てて、一番こいつがね、あの顔の模様とかがすごかったんで、あ、クラウン一択だなと思って買ったんですけど、やっぱり成長してみてね、当たりですよね。まあ、甲羅の模様はね、なんかちょっとぼやっとしてるんで、特にこの動画で見てしまうと黒っぽく見えてしまうんですけど、まあ、あの赤目ミガメのパステルみたいな色の抜け方をしていますね。全体的に色が薄い。あ、生で見てもらいたいですね。あとは脱皮した時に1枚向けて甲羅がどれぐらいね、あのバリッとなるのか、そこも気になるところです。まあ、あのクラウンを選んだのは間違いなかったなという気がすごいしますね。まあ、グリーンゴーストが本当欲しかったんですけど、高くて買えなかったんですけど、ちょっと大切れが出たんでね、その辺がうまく手に入ることができたんで、グリーンゴーストはね、今ちょっと急成長中なんで、もうちょっとしたらね、ある程度育ったところで乗せたいなと思っています。レッドベリー、ね、ばかり、ここ最近乗せてるんですけど、まあ、今一番僕はその色変わりがあって面白いなと思っている亀の一つです。まあ、色変わりがあるっていうところがね、まあ、面白い要因の一つなんで、まあ、僕は色変わり昔から大好きなんでね、でその中でアルビノが一番好きだったんですけど、ただあの亀に来た時にね、亀にパステルっていうのがいるっていう話からその赤身のパステルが始まるんですけど、まあ、こんなすごい色のね亀がいるんだっていう。で、当時の US パステルっていうのは遺伝性がないんじゃないかとか、あとはメスしかいないとかね、いろいろな話があって、でそこで出てきたのがピュールパステルだったんで、ピュールパステルの最初一気に買ったんですけどね、まあ、残念なことに手放してしまって今はいないというね。そして規制が入ってしまったんで、ここから入手するのはかなり困難だなというような状況になってしまいました。で、ところにね、このレッドベリーのね、モルフたちが、バババッと入ってきて、で、インスタグラムでね、増やしてるファームさんとかを見てると、まあ、さらに新しいモルフがいる。で、まあ、今現状来てるモルフも、まあ、買えない値段じゃないのに、すごい綺麗だったりっていうのがね、いっぱいいるんでね。そう考えると、あ、これはすごいいいカメだなというふうに、僕は思っていて、成長してね、汚くなっていくやつって結構多いんですけど、成長して綺麗になっていってるんでね、まあ、もちろん甲羅の模様のね、最初のやつはね、赤身ウガメも含めてああいう模様は消えてしまうんで、そこは仕方がないのかなと思うんですけど、ただそこをね、上回るように綺麗になっていってくれれば、人気が出るものなんじゃないかなと思っています。なんでクラウンはね、これから人気が出るモルフじゃないかなと僕は思っています。あとはこれにゴールデンフレームがかかったりね、あとはアルミノがかかったり、まあ、いろんな複合されたモルフが出てきてね、なんだかわけのわかんないのがいっぱい出てくると思うんですよね。そうなってくれるとますます変なのが出てきてね、僕は楽しめるのかなと思っています。なんでその日が来るのをね、待ち望んでいる感じと、まあ、あとおそらく今年の7月から8月にまたアメリカからね、輸入してくれると思うんで、その時にね、どんなモルフが来るのか、 T- は来るのか、スーパーノヴァが来るのかとかね、そんなような話を考えながらね、楽しみにしている感じです。こうやって見てもらうと分かるんですけど、あ、ちょっと触ると黒くなったりするんで、これ難しいな。ちょっと明るめにすると色が薄くなって、うっすら抜けてる感じなんでね、非常にいい色をしていると思います。楽しみなね、ゴルフですね。薄いな、濃い、これだと暗いから本来の色じゃなくなっちゃうかな。こんな感じですかね。これが一番生で見た感じと同じような感じなのかもしれないです昨日ね、病院行って薬を飲んでね、まあ、ちょっと収まってきたんですけど、まだ咳が続いててね、嫌だなと思ってて、
夜に咳が結構出てしまうんでね、夜目が覚めてしまうんで寝不足になってます。まあ、明日ぐらいでだいぶ良くなるのかなという感覚なんですけどね。まあ何せ痰が絡むっていうね。今回は本当調子崩してから長かったんで、やっぱり早い段階でね、病院に行ったりして対処するっていうのが、まあ人間も、ね、生き物もそうなんですけど大事なんだなっていうのを自分でね、身をもって知るっていうね。毎回そんなパターンで45にもなってね、そんなことで新しくね、戒めを自分に作っているっていうのは、まあ、ちょっと遅いような気がするんですけど、まあ人間ってそんなものかなと思いながら、ね、過ごしています。だからお酒もあんまり今飲めなくてね、なんかやっぱり量が進まないですよね。飯もそんなに進まないし、と言いながらも食欲がないわけではないんで、それなりに食べてしまっているんでね、まあなんとも言えないところなんですけど、なんでまあ本当体は気をつけないといけないなという。今年の冬はなんか皆さん結構ね風邪ひいてるとかって話をよく聞くんで、やっぱりコロナのあれが明けてね、ちょっとみんな緩んだっていうか、まあ消毒とかそういうのしなくなったっていうところが、まあ、蔓延の原因になっているのかもしれないですよね。ただまあそれはしょうがないことなのかなと思うので、まあ、この辺で風邪ひいたら僕も子供みたいに免疫がつくんじゃないかなと思いながら、苦しんでいます。そして明日ですね、全日本、まあ、昨日の段階でもチャンピオンが決まってたんですけど、全日本錦鯉の大会がね、一応世界大会、世界で一番ね、名のある大会ということでね、紅白が、ね、グランドチャンピオンになってきたんで、僕もそれを見に行きながらね、まあ来年、再来年でどっかでね、うちの魚を出したいなっていう気持ちがあるんで、まあ、ちょっとそれをね、気にしながら、やっていこう。まあ、ちょっと偵察に行ってこようかなと思っています。まあ、錦鯉ね、見ると大きいで迫力があります。金魚も好きなんですけどね、やっぱり錦鯉の方が、より、なんていうんですかね、まあ、お金になるっていう部分もあるからだと思うんですけど、より洗練されてるような気がします。金魚はね、やっぱり皆さん一生懸命作ってるんですけど、どっちかというと錦鯉はもう本当建物とかね、養鯉場とか新潟行くとすごいんですよね。やっぱりそれだけお金がかかっているんでね、クオリティがどんどん上がっていくっていうのは、まあ、間違いなないなと思います。なんで金魚もそれぐらいね、認知されるようになっていけば、もっとさらにクオリティが上がっていく。やっぱり高い金魚が売れるとね、生産者がやる気が出るっていうね、そういうところだと思うんですよね。だからもっと金魚の地位を向上させるために僕自身も頑張っていかないといけないなと思っています。ということでね、ちょっと声がガラガラですけど、まだあと数日この感じは続くと思うんで、お聞き苦しいかと思いますが、ぜひお付き合いいただけたらありがたいなと思います。ということで今日はこの辺で終わりにします。ありがとうございました。